今季のパ・リーグは3連覇中の王者オリックスからエースの山本義信投手、剣ドジャース、ラガ抜け、混戦が予想されている。その中で不気味な存在感を放っているのが、昨季2位のロッテだ。現役時代にゴールデングラブ賞7度の長い野手として活躍した野球評論家、飯田哲也氏がキーマンを指名した。ロッテは本当に不思議なチームです。 と言い出しが首をひねるというのも、昨季チーム防御率はリーグ5位の3.40で、チーム打率239と総得点505もリーグ4位の B クラスだった。それでいて順位はソフトバンクとの激しい2らい争いをわずか1猛差で制した。打線の軸となる選手といっても、本塁打王のタイトルを獲得したグレゴリー。 ポランコ、外野手、くらいで、目立った成績を残した選手がいませんでした。投手陣も、佐々木朗希、投手、が圧倒的なポテンシャルを見せたとはいえ、シーズンを通して活躍することはできなかった、と指摘、ここ数年、全員でなんとかしようという野球がスタイルになっています、と評する。こういうチームは混戦の中でこそ強さを発揮する。 飯田氏は、ロッテに2005年以来19年ぶりのリーグ優勝。2010年には3位から短期決戦を勝ち上がり日本一。の可能性をもたらす投打のキーマンとして、佐々木と和田幸四郎外野手の名前を挙げる。佐々木は言うまでもなく、昨季も15試合登板。投球回91。規定投球回は143。 で7勝4敗防御率をマークこの調子で1年間を通して投げ続けることができれば絶大な牽引力となりそうだ一方の和田についてはとにかく足が速いのが魅力外野手として守備範囲も広い彼が一番に定着するようならいい意味でロッテの野球が進化すると思いますと見ている 高校時代は野球部でなく陸上部に所属していた和田は、球界屈指の瞬足を誇り、2021年にはスタメン出場はわずかに試合ながら、24投類を成功させタイトルを獲得した。昨季もチームトップの20投類課題の打撃でも、7月までは打率、175と振るわなかったが、8月以降は、390、 41打数16安打、と猛打を振るい、成長の後を見せた。スタメン出場も年間27試合に上った。